おい、どこ行くんだ青峰。機嫌悪いな花宮。どけよ。そんなわけねえだろバーカ。俺は別に勝ちたいわけじゃない。楽しいかって聞いたか。楽しいね。あんなんで終わると思われちゃ心外だな。人間の目の動きを察知する能力に長けてるわけよ。はあ、目か、目なのか。スモ、もうすぐできるしな。奇跡の世代エース、青峰大輝。なんだあんたが。そっちこそ相変わらず湖水試合やってんな。笑わせるな。ふん、あんたこの試合負けんぞ。はあ。別に舐めてるとか舐めてないとかそういう話じゃねえ。あんた鉄を怒らせた。目が閉じた瞬間にダックイン。意識してタイミングをずらせばいい。出したくても出せねえんだよ。終わりだ。人を飛び越えるのはどうかと思います。全然話が違うじゃねえかよ。間違ってたみたい。マーク8番です。いや、桐崎第一の監督は随分信頼してるんですね。今はあいつがキャプテンと同時に監督も兼任や。え、いつも思うけどその髪型は内緒。うるせえな。行くぞ。ナイス2番。少なくとも当たりの強さだけならさっきの12万の方が上だ。スティールされた。お前たちはクモの巣にはまったんだよ。花宮は相手の攻撃パターンを全部読み切ってボールを奪う。イーグルアイによる冷静な状況判断と正確なパス。まただ。 100% スティールできる。つまりさすがに悪道、えんげつないシナリオやん。あかんで、セイリン。セイリン、完全に沈黙だな。まずいな、完全に悪循環だ。奴らの攻撃を完封した割に取れなかったな。清はとっくに満身創痍だ。切り札投入っすね。全部読めてんだよ、バカが。実際ベストルートだったはずだ。信じられへんわ。けどそんなパスあいつらなんで取れるんですか。信頼だ。もう一押しするために。その前に限界ね。この試合これ以上無理してほしくないです。あとは任せろってんだよ。おとなしく突っ込んでろ。あとは頼むぞ。だからこそ折れないかもしれねえぜ。いつもより肩に力が入ってますね。どんなにいいシューターでも入らない時はとことん入りません。入り出せば止まらない。特に彼はそういうタイプです。アウトオブバウンズ、ゴール。この膝がぶっ壊れても俺は出る。去年から言いそびれていたこともあるしな。いらないな、俺も。
すぐ取り返すぞ。いや、自信というか勘だけどな。ヒューガ先輩のスリー、ウィンターカップは目の前だぞ。奇跡の世代、幻のシックスマン。てめえさえいなけりゃ。まだカードを隠しとったか。小細工なしでも俺は点なんていつでも取れんだよ。まだだ。最後まで手緩めんな。次は必ず潰す。お前が最後に見せたシュート、やっぱすごいやつだと思ったよ。習得もウィンターカップ決めよったか。青峰さん、笑ってましたね。柄にもなく、わしもテンション上がってきた。ザクン、毎度毎度フラ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 。特別枠が設けられた今年がおそらく最初で最後だ。ほら、行くぞ。何お前まで一緒にワンオンワンとか始めてんだ、ダーホ。行くぞ。次はウィンターカップだ。知るか、ダーホ。明日は戻って練習再開だからな。やると思ったけど、一番激しいのやるなよ。それ掃除用のブラシだろ。殺されるかと思った。なんか綿あめみたいになってんだけど。ヒューガ、なんで。鏡、ついてってやれ。どうしよう。もうちょい。ダメだ。穴がありました。何でかした。もうダメだ、この部は。おけ、おけどけて。楽しそうね。何してんだ。のずむきりなんてやればばんじゃねえだから。バタリア、なんでここに。っていうか、マジででかいわこいつ。まだ5分も経ってないやん。あれがサツキの言ってた新技か。ウィンターカップで勝つのは俺たちだ。気安く肩組んでんじゃねえよ。君らがここにおるんを知って挨拶しとこう思てな。ほんまはもう少し発表は後なんやけどな。ただ特別枠で出場する学校は例外なんや。そうや、よろしゅう頼むわ。首洗って首洗って待ってろ。わしらだけ前回から何も変わってないわけないやろ。実は今僕やったって思っちゃいました。受けてやる。あの、朝からずっと鏡くんがいません。今日からしばらく鏡くん抜きで練習よ。なに、監督のお父さん。うん、まあいいんじゃねえの。スタミナはもちろん筋肉もバランスよく強化されてる。待てこらてめえら。いきなり。その後練習、負けた方はフットワーク、個々の能力が高く個人技主体の攻撃型チーム。俺に言わせればあっちの方がよっぽどチームプレイできてるね。できてるってだけだ。個人プレイをやらなきゃいいってもんじゃねえんだ。それができないから前ドリブルを見せてやる。できるのバスケ。お前でもできる技術だ。ウィンターカップまでに全員自分だけの武器を身につけてもらう。ウィンターカップまで残り1ヶ月弱。よろしくお願いします。あ、そういえば鏡は。よし、じゃあそろそろ行くか。